今日は深入りしていくとどん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 話が広まっちゃうという話も予想されたんでですね、1回戦のカードで面白いなって思うところって言ってそこかなとか思ったんですけど、あとどうですか、静岡あたりの地域、静学がやられました浜松開誠館がプリンスも優勝したみたいで、昨日津工業は頑張ってもらわなあかんですけど、三重県も岐阜県の定価にもそうだし、愛知県も久々に東邦高校が出るで、東海地区もレベルはともかくとして面白いかなと思うんですけどね。笠井先生、静岡って昔の王国って言われる静岡どうですか？どうでしょう、もう申し訳ないけど昔の静岡ではないし、いやもう見てください、プレミアから落ちたのはクラブだけですよ。ウエストなんてひどいもんじゃないですか。ガンバ、エスパー、そして三流戦にセレッソが行くとか、こんな状況 で J1 のエスパージュビロが J2 に落ちた、これを支えるのはやっぱり育成でしょう。そうだね。なのに広く、いろんなチーム静岡で、まあ、トップ10見たらもう全国区ですよ。だけど全国に出てきて勝つ、または、まあ、選手はいい選手は育ってると思うんですが、いやでも東山四中高の帯がワールドカップでと。そうね、まあ、静岡の子はちょっと今僕具体的には言えないけど分かんないんだけど、ほとんどないです本当。まあそういう見方をしていくとやっぱり育成のところからつながっていくっていうのも当然ありますからね。やっぱり山田先生はこれ40年ほど高校サッカーを指導してるというのはやっぱり素晴らしいことなんですが、まあ今後ちょっと黒田先生の高校サッカーから J というそういう道を S も持ってる日向先生も持っておられますし、あ、持ってなかった、シロさんこれからだね。いやいや、もうそんな取れないですよ。あ、そうか、今年かもうボールが蹴れません。まあJ リーグの監督になるか、私は解説者になるか、どっちかにしようかなと思ったね。それではですね、まあ高校サッカーをちょっとまとめに入らさせていただいて、最終的にこう優勝チームはどこですかっていう質問はあえてしませんけれども、準決、例えばファイナルとかベスト4とか、まあ4つも挙げるのはちょっと大変なんで、どことどこがこうファイナリストになりそうかなっていうイメージを、シロさん、ああ聞きたいなと思って。まあそれはマイクが出てくるだろうなっていうのはもう第一でしょうね。で、開誠館と大津の勝者と準々で当たるの、マイクとは準決で。準々ですね。準々ね、はい。そこのブロックからこの3つがあるので、だいぶ、まあでもまあマイクかなっていう。逆サイドの方がその履正社か青森かっていうとこじゃないかなというふうには思います。なるほど。笠井先生はイメージ、まあ、前橋育英が軸になるのはベスト4に入ってきてほしいし、入らないといけないというふうに思います。そうですね、でちょっとごめんなさい、私トーナメント表見てないので。そうそう、僕も見てないんだ。まあ、山田はちょっと監督が今変わってますので、ただ後ろに黒田先生が控えてまたメンタルの話もしっかりしてくれるから、まあこれは最後選手鼻向けに、監督の鼻向けに頑張るだろうから。そうですね、こういうのもすごく高校生って敏感なので、まあこれも当然上位に来るだろうと。でやっぱり東2つ西2つで来いと。なるほど、はい、関西、中国から一つで九州一つ、こういった九州いいですよね。今年面白い、上村、大津、そして福岡、飯塚、いやそんなこと言ってたら国も出てきてますから。そうですね、欲しいなと思いますね。まあ僕は本当高校サッカーっていうのはその日本代表のサポーター、一般サポーターレベルの感覚なんですけれども、まあ、地元のチームがこうちょっと低迷をしてるんでね、もう愛知県なんかは特にいつもこう群雄割拠で出て行ってもこう1つせいぜい2つのところなんで、そういうジャイアントキリングを起こしながら
ちょっと上の方に頑張って底辺のこう拡大に努めてほしいなっていうのが一個あるんで、まあトップトップの方に行けばそれこそまあマイクさんね、コウスケさんとかは間違いなくどこまで行ったって負けるまでターゲットにされるわけだから、ここはきつい戦い。多分コウスケさんあまり年を取らないように疲れて気苦労でということになると思いますけども、やっぱ西のね大津上村あたり、あと中国地方もやっぱりね、米子北さんとか立正大湘南とか虎視眈々と多分狙って見えるし、関西履正社平野さんのところもそうですしね、翔平もそうでしょうから、こう本当どこが勝ち上がってもわからない状況になると思うんで、まあ今年のこうワールドカップが終わってから選手権で楽しみさせてもらうと、城さんも川崎先生も一応ね、そうやって楽しみが年末年始があるでよかったですね、僕らは。そうですね、ね、まあ、山田先生が早く負けるともう本当に興味がなくなりますね。年明けの最終まで残っていただいて、総括の時にまたいいいじりができますように。ぜひ夏冬連覇っていうところを目指してですね、頑張っていただけると。あれってやっぱり夏冬連覇っていうのはこう最近ではあったんですかね。青森山田が去年もね参加ですね。あ、山田か。まあいいですよ、山田はさっきの笠井先生じゃないけど、子供たちが勝手に盛り上がるっていうアドバンテージを持って戦うんでですね、まあそこもちょっと気をつけていただきながら、じゃあ高校サッカーについてはここまでということで。